韓国情報機関トップ、訪日へ、徴用工などで協議か。本日までに、韓国の情報機関である国家情報院の僕、知元委員長が来週、訪日する方向で最終調整していることが明らかになりました。北朝鮮情勢や、いわゆる徴用工の問題、さらに、韓国に対する日本の輸出管理などについて、協議するようでございますが、 この、僕、内源さんは、過去に北朝鮮に対して480億円も不正送金した北朝鮮審判であり、まあそういった方とですね、協議を行って、まあ何か意味があるのかという思いもございますが、日本政府には、この、 僕、次元委員長に対して、北朝鮮とのつながりがあると認識した上で、対応していただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。